こんにちは、大ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は仮面ライダービルドのメインアイテム、回転拳銃デラックスドリルクラッシャーです。思いっきりドリルがくっついてるんだけど、これは剣なんですよね。さあ、どういう活躍するのかが非常に楽しみ。はい、今回はね、2モード変形、ブレードモードとガンモードです。ドリルといったら回転なんですけれども、しっかりと回転はするようです。で、ガンモードも楽しみで、フルボトル付属なのが今回はこちらの白いハリネズミです。はい、そんなわけで開封。はい、こちらがインナーで、全部で3つの構成となっています。さあ、気になるのがこちらのハリネズミ。まあ、先に多分音声だけのね、動画は出してると思いますので、気になる方はそちらもね、どうぞ。で、フルボトル HS、 この H と S がベストマッチで、またね、新たなフォームに。これね、片手で回転ってね、なかなか難しいですね。で、錦ピンの形状がこちらです。振るとシャカシャカ中が動きます。では音声どうぞ。はい、現時点でハリネズミはベストマッチがないので、単体だけで装填時の音声だけ鳴らしました。で、続いては先端のドリル、グレードモードの剣先ですね。結構ごつい、でかい。で、後ろにはボタン2箇所、これロック解除ですね。で、反対側の黒いのは内側のロック解除で、続いて本体、これがね、ちょっといろいろギミック詰まってそうでね、楽しみなんですよね。お、保護シートくっついてる。中のこれはタコメーターですかね。で、トリガーがあって、後ろ電源スイッチで、この部分が回転、そしてここがフルボトルの脱着。使う電池は単4電池2本、蓋はネジ式です。そして電源オン。はい、そしてドリルパーツを合体、これでブレードモード、ドリルクラッシャーのブレードモード、これで、あ、取り直すと回転すごい、メーターが荒ぶってる。タコメーターと横のゲージは何でしょうかね。もう廃炉を激しく荒ぶってますね。もうレッドゾーンでずっととかじゃないんですね。ちなみに刃先は押さえたまま回転すると安全機構があって、まあ、怪我の配慮ですね。ちょっとした力で止まるので安全ですね。じゃあ逆は、これはね、あんまりおすすめできないんですけど、結構力強く回るんですね。ブレードモード、続いて必殺ボルテックブレイクなんですけども、個別認識なし。なんだこれ、待機音めっちゃかっこいいんですけど。でもう一回押すと、あ、またボルテックブレイクですね。いや、もうフルボトル装填時の待機音がめちゃくちゃかっこいい。取り外す時はボタンを押しながら引き抜く。はい、続いてはガンモード、このボタンを押して引っこ抜いてこちら側に刺します。向きは関係なしで合体できますね。取り外しはここ。こっちが回転するのか、ここが回りますね。
ージかな。笛が回転します。そしてフルボトル、これ銃の形ではあるものの、楽しさで言ったらやっぱり回転するドリルの方が断然上。むしろあれですね、大気音鳴らしっぱなしで放置してるのまで結構ツボかもしれない。まあ変形合体は簡単なんですけども、やっぱこっちかな。これ複数のドリルクラッシュだったら合体できそうですね。ちょっと機会があったら試したいところです。はい、そんなわけで今回の動画はデラックスドリルクラッシャーでした。意外にバナっぽいと思いきやそうでもなかったですね。はい、その他にもねビルド関連随時やっていきますのでよろしくお願いいたします。以上トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。